加藤刑事は JRA 立党トレーニングセンターに所属していた元町教師。競馬会入りする前には信用金庫の職員だったという異色の経歴を持つ。1947年愛知県瀬戸市にて出生。父は一般企業の会社員、母も専業主婦という普通の環境で育ち、小中高と野球にいそしんでいたが、自らの実力を知って知る加藤は、 プロ野球選手という非現実的な夢を最初から抱くことはなかったという。高校卒業後、勉強が嫌いということから、加藤は大学には進まず、地元の瀬戸信用金庫へと就職。しかし配属先の犬山支店で預金係として、札束勘定や営業活動に明け暮れる自分を見た加藤は、これは自分に合う仕事ではない、体を使いやがいで働いてみたいと感じるように、 なりほどなく退職届を提出。わずか2年半ほどのサラリーマン生活に終止符を打った。辞職後新しい転職を求めあてもないまま、北海道へ一人旅に出た加藤は、旅先でどこか馬を見学できる牧場はないかと尋ね、教えられた白老井にある八代大ファームへと足を運ぶ。加藤が馬の牧場を選んだのは牛より、 馬の牧草地の方が綺麗なのではないかただそれだけの理由であった。やがて、ヤシロファームへと足を運んだ加藤はそこで馬を眺めるなどしていたが、その時加藤を見かけた従業員が馬が好きなら働いてみないか。と彼に持ちかけたことを契機にこれまで馬と何の接点もなかった加藤のホースマンとしての人生が始まる。加藤の両親は当初この選択に色良い反応を 示さなかったが、強く反対もしなかった。1968年7月より、ヤシロ大ファームの従業員として、繁殖、育成、順地、調教と多くの業務に携わった加藤は、その2年半後の1971年正月、ヤシロ大に暇をこい、北海道を後にする。立党で調教助手になることを望み、現地での実践勉強や、 海外視察を視野に入れていたためであった。この時、直接加藤より、暇恋を受けた、八代大創水吉田前在は、そうか、頑張れやとだけいい加藤を送り出したという。立党に移り、宮本特急車の急務員として2年半席を置いた、加藤は、1973年10月一旦職を、実施、イギリスへと向かい、同地で1年以上にわたる急車、 牧場での研修を経て1975年1月、帰国。再び、宮本旧社へと戻った加藤は、同年3月長教助手試験に合格し、かねてからの望みを実現させた。加藤は、その後11年にわたり、長教助手として、宮本を補佐し続け、1986年3月6度目の挑戦で長教師試験に合格。 和防の秋がなかったため1年以上の待機となったが、1987年10月病死により、今春廃業した梅内継造旧舎を引き継ぐ形で、旧車開業を果たす。開業後しばらくは、旧梅内旧舎の馬だけで運営をまかない、加藤自らが開拓した馬主からの馬を入れることはしなかったが、やがて自然退社により、梅内の馬が去り始めた頃より、 続々と新規参入の馬種の馬が入球。加藤級者はその実績を伸ばし始め1989年より勝利数2桁を維持。1994年にはノースフライトで GI を2勝。1998年にはエリモエクセルでオークスを制止クラシック制覇を記録するなど多くの重賞勝利を排出し続けている。2018年2月28日付で定年のため、 調教師を引退することになった。太字は、文科生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。